そのマッサージとか、僕のマッサージとか、アルミは？夏仕様にしてきた感じだ。夏仕様っすね。夏仕様っす。今京都から来るのがいいっすよね。え？京都から来る。清水寺っすか。清水寺。お土産。お土産。京都からお土産。こっちはなんかその。親分、入れちゃいましたよ。何を？エアサス入ってますから。何持ってる人は違う。で今日出勤の日。自分だって入れてるやん。出勤だ。何の出勤？あれ、あのマジェスタオフ会。あ、そういうのあったんですか。今日京都で会って、うん。それで。で自慢してきたんですか。どう？いや、ほとんどの人知ってて。あ、そうですか。あきさんの動画見てます。すげえなと思って。こんなイケメンが乗ってたんだみたいな。いやいやいや。イケメン。スーツなんか着込んでいい。いやいやいや。いやいやいや。暑かった。暑かった。いやまあ、山奥の方。何年ぐらい泊まったの？20代。京都ってなんで京都？あの主催者が京都の人だ。なんか何回かやってたらしい。よく行きましたね。いやそう。まずそこが京都って言ったら修学旅行ですよ。ちょっと県外じゃないもんね。ちょっと県外。だって大宮からだと何キロぐらいだって。今までだって今の時点で1300キロぐらい走ってます。あ行って帰ってきて、ここまでで力出て、すごい。ちょっと帰るよ。50キロぐらいで。気合が違います。やっぱマジェスタオフニングすごいですよ。いやいやもう。いやすごいわ。じゃあ快適ドライブでね自慢してきたわけですね。うん。いや、ほんとにこれだけで、ね、あんって言ったね。心配でした。次何やるんですか。次はなんとなくわかるような気がするんですけど、なんかやるんですよね。なんか、なんかしら、しらもったいなくてやんないんですよ。どうしよう。アキラさんも変わってんのよね。